さあ、始まりました。さあ、はい、まあ、はい。去年か、うん、去年の終わり、うん、すごい重大ニュースが発表されたね。されましたね。突然やで、ね、もうもうないやろ思ってたら、ナ、うんうん、スカ天神 V.S. たけるだって大みそかライジンの会場行ってましたもんねリングであい,かい挨拶したいよしましたねそうかねライジンのリングにたける上がってるって感じだったねうんただあれでしょこの試合はライジンでやるわけではないんですよね k 1でもないわけですよねなんかリングを作るん、ね、だ第3んかこう中立,中立なリングを作るというね、うん、次天津4月じゃないですか、うん、4月誰ってやるんですかねまず。 そんなたけるっていうビッグマッチの前に。難しくないですか。誰とやるんやろう。ヤーマン。<laughs> そう。<laughs> いや、まあ、ヤーマン的にはもう、美味しいしかないけどね。いや、じでも、やっぱ、このビッグマッチの、俺、二ヶ月前に試合やっていいのかって、逆に思ってますよ。まあ、でも、なんか、那須川天心って、そういうタイプやね、なんか、試合。結構、ビッグマッチの前とかでも、試合をこなして。 こうなんか試合モードのままビッグマッチになんか合わせるっていう感じの、うん、ま,あまあもちろん人気選手やから試合数が多いっていうのはあるんやと思うけどた、うん、だたけるもやっぱ去年の3月から試合してないんで、うん、これ6月まで試合しなかったら飽きすぎやね1年3か月空いちゃうんで、ねうん、相手がおらんのじゃんまあ相手もそう逆に。あのタケル レオナで拳を痛めてまあもう,時間,ああう時間経ってるからまあもう治ってると思うんですけど、うん、また痛める可能性もあるわけじゃないですかまあね癖づくから拳って、うん、痛める癖がね正直、うん、大みそかゴミでやった時に、うん、俺もっともっとたけるが<神>あゃあ敵に天心が圧倒するんだなと思うと、うん、いやもう俺もそう思ってますやっぱこう、ねうん、ゴミはまあ言うてもねもう年々もいってるし。 試合決まったの、一週間前。週間前です。一週,週間前に言われて、でも現役の頃のスピードもないのはもう分かってるから。圧倒すんかなっていう。スピードで。うん。まあ、パンパンパンって当てる、俺もそう思ってましたよ。パンパン,パンパン。で、ゴミがスピードについていけない状態なんだろうなと思ってましたよ。俺もそう思って。うん、しかも、二回しかないじゃないですか。うん、しかも、ボクシングルールやから。うん、ね。だから、ボクシング、今一生懸命ボクシングを練習してるわけやから。圧倒すんかなと思ったら、意外に。 倒せんかったなっていう。まあ、倒すのは難しいにしても、っとなんかこう一方的に。あの、ヒットアンドウェイでパンパンって当てて、こう。明らかにポイント取って。いう形になるんだろうなと思ったんですけど。ゴミにも結構打たれたよね。ちょっと、危ないパンチありましたよね。あの。もちろん。ダメージまでは繋がってないと思うけど。会場が枠ぐらいの。ちょっと。パンチを打たせた。危ないな。っていうパンチありましたよ。うん。あの試合を見た時に。実力的に。その。 テクニック的には差があるかなっていうふうには思ってたけど、うん、これぐちゃぐちゃにしたらたける分からんぞっていう、うん、イメージが俺も湧いてきたまあやっぱパワーで言えばたけるの方があるでしょうからねうんやっぱ回転も速いやんかパンチのだからこれ分からんよだらこれやっぱポイントはやっぱ体重とラウンド数じゃないですか、うん、58kg じゃないですかじゃないですかかこの体重っていうのはどっちがいいだと思います 天使一番強いのは5 5キロだと思ったんですよ、うん、確かにただたけるもやっぱ6 0キロの減量もきついですよ結構6 0キロでもそんな楽じゃなかったのをああそ,うそっから 2kg、うん、もら2キロ2キロ落とすわけですよ、うん、でも大きい選手がちょっと体を絞ってあの階級を落とすとパワーは残ったの結構残ったままで、うん、軽い階級の選手と試合したら パワーででは圧倒できると思うそれ捉えることができれば KO のチャンスは出てくると思う、うん、ただ、まあ、あの僕の K−1 マックスの時って70キロだったじゃないですか、うん、でもその,前その前までウェルターで戦ってたんですよ、うん、66.5とか67とか、うん、70キロからの3キロとするのは地獄でしたねあーえ、ま、マー君普段何キロあったその頃ろで74くらい7470キロの時と変わんないです あでもそこから上で多分落としたんだじゃあ66.5まで落としたあそこからの3キロは地獄でしたねだからこの、うん、だからたけも60からの2キロはこれはきついですよ翌日4キロまで戻し OK じゃないですか6、うん、2か62キロまででも多分今まあ普段多分たけるは今多分6 2キロやと思うんですよ普段結構絞れてるんで、うん、節制してるんで、うん、だまあそれは戻し普段六十6 2ロだったらそれ以上戻らないんです戻らないんですよ でその4キロ戻しっていうのはもい<や>逆に言うとあんま戻すり戻すと逆に遅くなるしやっぱなんだかんだでやっ,ぱテンンって天心ってテクニシャンやからやっぱポイントアウトできんねんねだからもちろん倒しに行く試合をすると思うけど危険を犯さないっていう試合もできるからそこでそのうまく当てて逃げるっていう戦いもできるタイプやからそうなった時に。 それを無理やりこじ上げて倒しに行けるかっていうところも必要とはされるね、タケルにはと思うん、いやタケルからしたら長いランドがいいですよね本来ねここは5ラウンドですこれも決まってないです,いです5ラウンドではどうしいわうやっぱ3回だったら天心のスピードでこうポイントアップされる可能性高いじゃないですか、うんうん、長いラウンドだったら絶対スピードになれるじゃないですか、うん、で相手のスピードも落ちてくるし、うん うそうなって後半捕まえられるようになったら多分1ラウンドとかではこうんですようん、うんで。でも後半になっていけば合ってくると思うんですよで長い5ラウンドになっていけばタケルの KO もありえますよと俺は思ってますけどね5ラウンドで見たい確かに3ラウンドってなんか短い短いよ短いまあ今のキックボクシングを見ててもやっぱそう思うも、うん まあ,あれっっててのトトーナメンン用にラドなまもともと作られたものね <うん S 2> だから本来はもともとキ,キックボクシングでは5ラウンドですから、うん、であとはやっぱこういい選手同士の試合だったら全然5ラウンドもっともっと長いラウンドでも見ても面白いですよね面白いいやこれもし5ラウンドだったら決着つくんちゃうっていうようなのも途中で終わってしまうっていう試合が多いだからこのし特に天心・武尊戦は5ラウンドでやらないと。 3回と5回の違いって3ラウンドじゃローキックが効いてこなくても5回じゃ効くっていうこともあるじゃないですか、うん、蓄積やもんね、はい、あとは絶対に5ラウンドの中にワンチャンスはあるんですよ、ね、3回はないときはワンチャンスが来ないときあるんだけど5回やれば絶対ワンチャンスくるんでそのチャンスをどっち,かどっちがつかむかですよね、うん、まあでも俺最後の引退試合は俺5ラウンドでやったんですよアンディー・サート最後の引退試合あ本当引退ント やっぱワンチャン4ラウンドに来ましたからね、右のクロスカウント、<ー>これ3ラウンドだったらなその、何もないまま終わっちゃいましたけど、うん、やっぱ5ラウンドあったら来るんですよね、絶対に、うん、やっぱスパーリングやっててもそうですもん、長いラウンドやったら、絶対に、なんか山きます、ね、確かにね、ボクシングでも12ラウンドだったら、長って一瞬思うかもしれないけど、やっぱ12ラウンドの中に、めちゃめちゃドラマがあるし、その12ラウンドと思ってたら、タイソンみたいに、昔はもう1ラウンドで終わるみたいな。うん ような試合の展開もあったりするから俺もこの試合は特に5ラウンドでやってほしいなと思うね、うん、うでもいよいよ決まったからやまししたね、まあ、楽しみですよ、ね、ど,どっちが勝つのかっていうことが、うん、これはタケルがもしほんまに勝ったらこれはこれでまたすごいことになると思うしだってね天心のプランが崩れるわけじゃないですか無敗でボクシングに行って世界チャンピオンになるっていう。 ね最後の最後で大ごけするっていうのもありえるよ人生上り坂下り坂まさかというものもありますからね兄貴炎上する前に消火器で消火器まあでもこれ楽しみですね楽しみこれやとうとうやることになったわけやからねこれそれもやるんかよもうやらんやろっていうところまで行ってたからはい ま兄貴今年はこれだけじゃないですよビッグマッチワンチャンピオンシップでグレゴリアンとアラゾフの大激突もありますよ<お>大激突って言わないか書いてあるからさ大激突 <laughs> あ,あんたあんたも書いてある通りに読んでるだけやない <laughs> でもグレゴリアンとアラゾフやるんですよこれは面白くないですか元 K1 王者同士が KO 必死のバトルへあそれも全部読んでるやないか <laughs> しかもちょっと神気味やかで <laughs> もでも <laughs> これほら、マーク、はい、この間トーナメント、はい、俺らほら、やったやんか。やりましたよね、1回戦。ね、グレゴリアン、アルゾフとも両方とめちゃくちゃ強かったじゃないですか。めっちゃ強かったし、まさかのペトロシアンがハイキック、KO 負けするスーーーパね。スーパーポー,ー,ー,ーン。<laughs> <laughs> それ、対人やろ、別に。それ、対人やろ。ちなみにマーク、これどっち勝つと思う、うん、グレゴリアンとアルゾフ。 グレゴリアン、オクスラなんで？グレゴリアンがパワーでを仕切る。はあ、グレゴリアンが勝つと。勝つ。じゃあ、俺はグレゴリアンかな。<laughs> <laughs> まあいいし、まあまあまあ、まあ、それは別に分かれる必要はないですよこれ。うん、そ<う>れでもやっぱね、K1 で活躍したこの二人が試合するんやったらまたこれね。 いやこれはもう、ね、もちろん同じ階級ですからね見たいですよこれは楽しみですよ。<music> であとアンリッこれなんですかライズがグローリーと提携したみたいですよ。ああそう、うん、ライズがねグローリー欧州最大のキックボクシング団体ですよ。でもあれじゃないですかグローリーって一番低い階級がえ六十二キロ。 六十四キロからでしょ。いやもうもうだからライズで言うともう中量級、ね、中量級ですよ。選手おらんよね。提携したのはええけど、試合あんま組めんよね。あんまいないですか。俺ライズのこと全然わかんないんですけど。中量級ってそ七十があれあれですえっ、ー、とフェイノワです。あれかブラックフェイノワもう総合いってるもんね。うん、今は。はい、でも俺大晦日見てて。 やっぱり立ち技も大晦日やらなきゃダメだと思いましたよいや俺は,俺はも,うもうずっと思ってるやっぱりあの影響力は大きいですよだ,だってあれがやってるからそのライズのチャンピオンのベーノアとかも総合やるわけじゃないですか総合やりたいとか思うわけじゃないですか、うん、で昔立ち技がやってたからみんな k ワ1とか出たかったわけじゃないですか確かにねかあれねやっぱねあの大晦日にあそこに格闘技が見れるっていうのは ものすすごい影響力ですよ。大晦日の舞台に上がれるっていうのもやっぱこう活躍してないと上がれない選手たちやから格闘技界の紅白みたいなやっぱもんですよね。うん、要は活躍した歌手がやっぱりあの「紅白」という舞台に出れるのと一緒で活躍した選手やから大晦日の、まあ昔で言うとね,ね大晦日やった方がいいと思うんだよな俺やるからな俺たち,俺たちで 俺はいい。<laughs> <laughs> 早いな。<laughs> <laughs> 早いな。<laughs> またダニルンピニースターメジアムでこんなこと言したらまた MMA のしやっちゃうんですよ。今言ってたようにルンピニーでも MMA なっちゃうわですよ俺。俺前に言うてマー君にルンピニーとかラジャーが今めちゃめちゃ変わってきてるんで。そう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 みたいですよね。だからもう昔のような。 パンパンパンってこういうワイク踊りながにこうこうなやってるような、うん、じゃなくて華やかにすごい音楽かけてスポットライをアトを浴びながら入場とかしてくるんね、うん、今だからもうしかも,も女子ですよ兄貴昔ムエタイのリングに確か女子って上がれなかったんじゃなかったですかね 女子のでも選手はおるもんいや昔は女子昔はカンガタ女子キッシュだったんじゃあ確かそんなような気質したけどな総合の試合か昔パリンやっていうねありましたねあのお釜お釜のボボクサーっていうのが日本でも話題になって女子プロデューサーの試合とか井上き子こで試合してね 思いっきり殴っとったもんなブランド。ブランドゼロ。うん、俺その時試合してますから。あ,あ、そうか。そうや。パリにはや,やったんや、はい。肘かなんかで切ったんじゃなかったですか。確か。確か。確か井上恭子の目こ粉はれたよね。殴って、うんうんこ。こんなにこんなにハれるんや、うん。だけどプロレインとか、もうこんななとだったもんな。プロレスラーですからね。 プロレスラーしかもパリンヤーも元男ですからね <laughs> い,やいやいやもうそれはもう完全にそうですけど <laughs> 完全に <laughs> だけどあのワイクが帰ってこうこうのやりながらメイクするすっていうね鏡を見ながらメイクするっていう、うん、今どうしてんでしょうねパリンヤかなりええおっさんやろパリーヤーもう確か完全にニューハーフ あの、女性になったはず、ね。な、なりましたね。うん確か。あの、女性、完全に女性になったらリングに上がられへん。確かそうやったんや。<ー>あ、そう、まあ、むえたいのリング、昔上がれなかった。そうれ、ね、パリにあってお。男じゃなくなって、うん、もう、むえたやめたはずやも。まあ、パリンや四十歳。あ、悪いやどう見ても、もう女、<laughs> 女の子じゃないですか。うわ、ほんまやね。可愛い,いじゃん。 いや今日はねよく喋りましたね兄貴もう四時半ですよ結構長い時間いたな長いだもう新年会ご新年会新年会またまた飲みじゃコーヒー飲んでコーヒーコーヒーコーヒー飲まなくちゃもうもうもう無様さとか関係なく呼び出して飲む飲むというねということでじゃ兄貴今年もねんガンダム戦いきましょうはい行きましょうはいということでまたまた フィトしてて成立させてなおかつお金ももらえるということをしていかないとダメということですかやっぱり一時の流行りで終わるんじゃなくてね、うん、ちゃんとしたルールと統括できるそういう境界とかがちゃんとあればねそういうのを作っていきたいよね。ね <laughs> そこは兄貴に任せますよ、はい、今日あの 全然この噛み合わない。<laughs> <laughs>